はい、皆さんこんにちは、ワンナリムルフィッシュです。今回お届けしていくのがですね、MLB ザショーの15、田中将大登板戦、レンジャーズ戦ですね、お届けをしていきたいと思います。早速、プレーの方していきたいと思います。まずはヤンキースの方の攻撃からですね、ですので田中将大のピッチングまで飛ばしましょう。ちなみに、この試合はですね、実際、現地の7月29日に行われた試合と、まあ、同じスタメンメンバーを組んでやっていますので、まあその試合の結果はね、もうすでに皆さんご存知の方多いかと思うんですが、残念ながら田中将大は敗戦投手になってしまっています。ここでは、まあ、もちろん敗戦投手にならないようにですね、プレーの方を頑張っていきたいと思います。で、今ご覧いただいているのがピッチング練習になってますね。で、MLB ザショー2015、なんとかこちらのチャンネルの方で動画をお届けしているので、すでにご覧になった方いらっしゃるかもしれないんですけども、初めて見るよっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にですね、操作方法を説明しておきたいと思います。まず田中将大のピッチングの操作なんですけども、バツ、丸、三角、四角、R1、 この5つのボタンで球種を選択します。で、球種を選択するとキャッチャーの上にゲージが出てきますね。で、この状態でバツボタンを1回押すとピッチングに入っていきます。投球モーションに入っていくとゲージがぐーっと進んでいくので、赤いゲージのところで1回押します。1回バツボタンを押した後、今度ゲージが戻っていきますので、戻っていくところで黄色い線が途中で出てきますので、その黄色い線上でさらに止めると、この2段階の操作になります。で、赤いゲージで止める最初のところが球威で、黄色い線の近くで止める2回目のプッシュがコントロール表しています。それではもう1回見ていきましょう。まず最初赤いところで止めます。一番端ですね。で、戻っていくときに、今ちょっと大きく外しちゃいましたけども、黄色い線の近くで止めると、もう1回やります。ぐーっとゲージが伸びていた赤いところまで行ったら押して、黄色い線のところで止めます。ですので、まあ、ナイスピッチングをしようと思ったらですね、赤いゲージギリギリのところまでゲージを持っていって、1回ボタンを押して、戻ってくる黄色い線のところ、まあ、欲を言えば一番その上で押すと。これによって、まあ、球威もコントロールもバッチリ決まったボールがいきますよというコントロールになります。それでは早速試合の方入っていきましょう。初球はストレートから入って2球目がスライダーです。ボール球になりましたけど振ってくれましたね。これでカウント2ストライクで、3球目はちょっとボールになってもいいようなスライダーで、空振り取れればラッキーぐらいでちょっと投げていきましょう。そしたら内角低めにストレート、おお、バット折りましたけどファールですね。もう一球同じヤードのところにマッキアンが要求してますので、要求通りに投げていきましょう。これはボールですね。マッキアンの要求スライダーです。結構際どいところ行くかなと思ったんですけど、ちょっとボールになってしまいました。そしたらフルカウントになりましたんで、ちょっとね、先頭打者出したくありませんので、ストライクゾーンでスプリットで勝負で空振り三振、幸先はいいですね。そして2番はオーダー、アベレージ2割5分7厘でホームラン7本打ってますね。なかなかパンチ力のある2番バッターみたいです。初球はスライダーからいいところに決まりました。次はスプリットの要求です。ちょっと外角寄りにスプリット、ちょっと甘く内側に入っていってしまいましたが、これはカットされてファールですね。そしたら今日初めて使うボールですが、シンカーで外角に外していきましょう。
うん、これはねセカンド正面のゴロ。そして3番がフィールダー。ここは慎重に攻めていきましょう。2球目もストレート。これは落下点に入ってます。レフトが取ってスリーアウト。田中将大1回の表3人で、攻撃を抑えてます。そしたらヤンキースの方1点先制してくれてますけども、2回の表の攻撃を先に進めて、田中将大2回の裏のピッチング見ていきたいと思います。ベルマキアの要求が外角高めなんですけど、ちょっと高めは怖いんで外角の低めに投げていきましょう。2球目はスライダーです。どうだ、いいですね、いいところに綺麗に落ちてくれたスライダー。今度はボールになってもいいスライダー1球見せておきましょう。お、当ててきましたね。これはセカンドゴロ。そして5番モーランド、ホームラン16本の強打者ですね。初球はシンカーから入っていきましょう。実は MLB ザショー2014でダルビッシュで1回ノーヒットノーランをねこのゲーム上でやったことがあるんですけど、田中将大ここまでちょっとねそれに近いようなピッチングが、できたことがないんでね、毎回狙ってはいるんですけど、今回ここまでまだ打者4人ですけどね、いい感じでピッチング展開してますから狙っていきたいと思います。カウントは2ボール1ストライクから。これは切れるか、どうだ、ファールで、ですけどね、ファールフライでレフトが抑えてます。そして6番ハミルトンを迎えました。これはちょっとねスプリットが外れてしまいました。これは外角にストレート。ワンボールワンストライクからはマキアの要求スプリットです。ちょっとこれは外れてしまいましたね。でここも要求がちょっとね内角高めのストレートなんですけど怖いんでボール気味に投げていきましょう。いいですね、空振りが取れました。これでカウント2エンツ。ここから内角低めに沈むようなシンカー、いいですね、空振り三振です。2回の裏田中将大3人で攻撃を抑えています。そしてヤンキースが2点追加点を取ってくれて、3対0でヤンキースリードと。3回の裏田中将大のピッチングです。これは危なかったですね。ちょっとバントは頭になかったんで、ファールになってくれてよかったですね。セーフティー気味にバントを狙ってきました。ここはスライダーで空振り三振。ここまで非常にいい感じです。さあそして8番はチューです。ここはショートゴロ抑えてます。
これで2アウト。今みたいに初球で仕留めるとだいぶピッチング楽になりますね。結構このメジャーだと球数制限じゃないんですけど、球数がねやっぱり多くなってくると早く変えられてしまいますんで、球数をねある程度意識しながら投げたいんですが、さっきの中みたいに初球を叩いてくれて、しかもそれがアウトになるとかなり楽になります。まあ、同じようなところに2球続けてストレートなんで、要求よりもちょっと外していきたいと思います。そして2ボール1ストライクからの第4球はスライダー。どうだ、これもセンター抑えられるかな。センター落下点に入ってますね。はい、これで3アウト。3回の裏また中間正広0点で抑えています。ここまで非常にいい展開できてますね。ヤンキースも点取ってくれてますし、さあただここで2巡目に入ります。レンジャーズの2巡目、この4回の裏抑えられるかどうか結構鬼門になってきそうですね。初球はストレートから、これはファールボール。間違っても球威、コントロール、この2つはね絶対外さないようにしていかないといけませんね。これはファーストゴロ、ちょっとねヒヤッとするような抜けるかというあたりでしたけど、ファーストが抑えてます。ここまで34球、悪くないペースで来てますね。これは際どいところが外れてます。もう一球同じようなところに投げていきましょう。これも外れてるか。マキアンも同じようなところ続けますね。ちょっと怖いんだけどな。これセーフティーバントを狙ってきましたが、ファールになってカウント2エンツ。平行カウントからはスライダー、空振りを狙っていきます。これは芯で捉えられたような、そういうフォローシーンが流れましたけど、ファールです。結構粘ってきますね。ここいらで抑えたい。これもファールボール。そしたら伝家の宝刀スプリット。空振り三振、仕留めました。そして3番のフィールダーですね。まずは初球シンカーから入っていきましょう。でこの MLB ザショー2015、ピッチャーの面白いところで肩の温まり具合っていうのが概念としてありましてですね、今見てもらったら分かるようにちょっとね、アウトになってしまったんで次の回で解説しますけども、ピッチャーの肩の温まり具合っていうのがあってですね、回が進むにつれて、コントロールの黄色い線の幅、ピッチングのモーションに入った時に最初赤いゲージまで行って1回止めた後、戻ってくる黄色い線のところで止めるっていう操作になるんですけど、今見てもらってる通り黄色い線が太くなるんですね。肩が温まってくるにつれてその黄色い線が太くなってくるので、コントロールがつけやすくなるんですね。スタミナっていう概念はあるんですけど、この肩の温まり具合っていうのはなかなか今まで野球になかった、野球ゲームになかったね要素かなと思うんですけど、この MLB ザショー2015ではそういう要素もあります。ちょっとおしゃべりをしてしまって3ボールになってしまったんで、ストレート外角に放っていきましょう。次はスライダーを投げていきます。これでカウントフルカウントまで戻しました。
最後はストレート。これはセンター落下点に入っています。であとここでですね、スコアの見方とかもちょっと簡単にお話しておきたいと思うんですけど、左上に出てますね、ヤンキースとレンジャースで、それぞれ3点入ってますんで、ヤンキースの方に3、レンジャースの方には0点というふうに今入っています。でさらにその横に5で下三角がついてると思うんですけど、これは5階の裏ということを表しています。でその横ダイヤモンドはホーム、1塁2塁の、ホームキャンパスですね。で、その下赤い丸が1個ついてると思うんですが、これがワンアウトという意味です。でさらにその横1-1って入ってると思うんですけど、これがカウントですね。今ボール1球投げましたんで2ボール1ストライクで2-1になってると思います。でさらにその下ピッチーズっていうのが今田中のピッチング数、投球数ですね、表しています。53球になってますんで、これを投げると54球になります。さあ2&2、こっからこれはどうだ。抑えてますね。ちょっと当たり損ないで内野安打になるかというヒヤッとした当たりでしたけど、抑えてくれました。さあ田中ここまでパーフェクト。ちょっと真ん中甘いところにシンカーが行ってしまいましたけど、見逃してくれました。これでワンストライク。このスプリットはキレがありましたね。内角にスターンと落ちるスプリット。ツーストライク2球で追い込むと1球遊べますね、スライダーで。うわーこれはうわーナイス、際どいとこでしたけど、セカンドダッシュがよく効いてくれましたね。で田中もよく、入ってくれました一塁にね。さあ6回の裏、田中将大のピッチング見ていきましょう。このストレートも外れて2ボール。ちょっとカウントが悪くなりましたね。3球目はスライダー、これはストライクを取りに行きます。そしてスプリット、いいですね。スプリットが外角低め、いいところに決まりました。これでカウント 2&2 まで戻しました。これはファールボール。マッキャンの要求はスライダーです。このスライダー決まるかどうか。これはちょっと内側に入ってしまってファールになってます。マッキャンの要求スプリット、これは決めたいですね。狙っていきましょう。いいところに行ってるんですけどね、当てられてしまっています。でカットボール、あまりこの試合で投げてないカットボールです。このカットボールも当ててきますね。これはセカンドゴロを打ち取った当たりです。さあ8番バッター中、まずは初球スライダー。これもスライダーです。ちょっと高めに浮いてしまいましたけど、見逃してくれました。
最後はシンカーで空振り三振、3球勝負です。さあここまで6回の裏までランナー1人も出さずパーフェクトピッチング中の田中、球数70球。うわー、これは抜かれたか。ついにランナーを出してしまいましたね。パーフェクト狙ってたんですが、もうちょっと残念でしたね。ファーストのグラブの下をすり抜けるような当たりでした。まあただ、まだねいい感じで来てますから頑張っていきましょう。さあ一塁ランナーちょっと警戒しながらもバッター勝負でいきましょう。でランナーを出すとですね、ちょっとご覧の通りこのピッチングのゲージの進みが異常に速くなるんですね。球威もコントロールもつけづらくなりますので、やっぱりねランナーは出さないというのが鉄則にはなっていきます。さあヒットのランナーを背負ってますが、なんとかここはきっちりと切っておきたい。一塁ランナーが三塁まで進んでいます。これでツーアウトランナー三塁一塁で1番バッターに戻ります。2番バッターですね、ウォーターなんで。ここはもうバッター勝負です。ちょっと3球勝負は怖いので外角にストレート1球外しておきましょう。おお、振ってくれた。これで空振り三振。6回2アウトからランナー2人を出すね、ヒット2本打たれてしまいましたが0点で抑えています。さあ田中7回の裏のピッチング、球数は82球ですね。ちょっと完封ペースとはいかないかなっていうぐらいの球数になってきてます。なので、まあ、3点差で十分なリードはないんですけど、まあできるだけ。お、これはどうだ、抑えるか。うん、危ない危ない。意外と伸びていきましたね。ちょっと球数が気になってきてますんで、できるだけストライクゾーンで、早いカウントから勝負していきたいと思います。これは一塁に抑えています。そして6番モーランド、2球目はシンカーを放っていきます。これはファールですね。3球勝負でいきますね。これはスプリットですがファールボール。これはおっとっとっと、一塁が抑えますね。これで3アウトチェンジ。7回の裏田中3人で攻撃陣を抑えています。さあヤンキースの方がですね、さらに3点取ってくれまして、まあセーフティーリードっているような、6点リードに変わっています。これは綺麗にレフト前に運ばれてしまいました。ノーアウトからランナーを背負った田中、ちょっとボールが高かったかなというところですね。一塁ランナー足はないさそうなので、バッター勝負、できればゲッツーを狙うような、手元でちょっとね芯を外すようなカットボールとか中心に投げていきたいと思います。
leadoff man on first. Here's where you gotta start clawing your way back into this ball game. It's not too late, but it needs to start happening. さあこれでカウント、フルカウントです。このボールがずれてノーアウトランナー二塁一塁。そして8番中です。ここはね場合によってはと思ったんですが、これはサードのフライになりそうです。インフィールドフライになりますね。さあこれでワンアウトランナー二塁一塁になりましたので、ゲッツーを狙っていくようなそういうピッチングしていきたいと思います。お、これはゲッツーになるぞ。いいですね。ノーアウトランナー二塁一塁のピンチ迎えましたが、田中将大ゲッツーに仕留めてこの回も0点で抑えています。そして9回に入っていきます。さあ田中完封かというところです。球数100球ちょうど100球です。ちょっとでもピンチ招くと変えられる恐れありますからね。慎重にかつ大胆に攻めていきましょう。これはマッキャン追いつくか。追いつきそう。よし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 、キャッチャーのファールフライです。これで9回の裏ワンアウト。2球目はストレートを投げていきます。ボールか。審判手を挙げてくれてもいいようなボールでしたけど、さあカウント2ボール1ストライクからはスライダーです。いいところに決まりました。これでカウント2ベンツ。最後はストレート。どうだ。なんとかショートいい当たりでしたけど、ライナーで抑えてます。バックハンドで抑えてくれました。そして2アウトまで来て3番のフィルダー、これを抑えれば田中完封です。さあこれは追いつくか。追いつきそう。取れないか。取れませんでした。取れませんでしたね。ツーアウトランナー二塁。まだ田中投げさせてもらえそう。ただここで4番迎えます。これは最後はピッチャーゴロに仕留めました。田中完封勝利です。最後ねフィールダーのあたりちょっとヒヤッとしたよね。ツーベースになりましたけども、田中3安打完封、見事なピッチングでした。さていかがでしたでしょうか。今回は6回の裏ツーアウトまで田中パーフェクトピッチングだったんですが、まあ、最後はね、ちょっと危ないシーンも何回かありましたけども完封ということで、田中勝利投手になっています。まあ、ぜひリアルなMLB 田中ちょっと苦戦してるようなんですけどもね、今回のピッチングのように、頑張ってほしいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。